では、今回はですね、あの、ゆらみさきということでね、戦艦山との生き残りがね、ここで過ごしてたようなんでね、まあそこの紹介をしていきたいと思います。まあ前日にね、あの、宇和島に泊まったんですけれども、この電車の終点でね、まあ場所は愛南町っていうんですかね、もっと高校よりもね、愛媛の南の方で、まあ高知のほとんどの西の端っこみたいなところでね、かなり遠いですね。 で、まあ場所ですね。ここなんですよね。ここら辺までですね。まあ車で行って登山道があるんですけれども、ここからね、4時間あ、片道2時間ぐらい。まあこっからここまで車でもね30分ぐらい。まあ、結構遠いですね。まあ最初ですね、あの、ここにね、こっちの都線屋さんにね、お願いしようとしてですね、電話したら、 戦績ならやってないや。うち当選屋だよ。って言われてですね。まあ、ちょっと断念してですね。まあ、メールもしたんですけど、そこからもう帰ってこずにですね。で、ここの観光協会にもお願いしたんですけど、いや、当選屋ってなんかもうそんな感じで、なかなか厳しいんですよね、みたいなこと言われて、こっちの都選屋諦めてですね。今度反対側の都選屋にお願いして、まあなんかやってくれそうだったんで、私の仲間が予約してくれたんですね。 そしたら、あのー、二日前ぐらいにですね、ドタキャンされたって連絡が来てですね。まあなんかこう、急にドタキャンされてですね、もう困ったもんだなっていうので、まあ私もね、まあ仲間もみんなもう予約とかね、いろいろ予定組んでたんで、まあ大概案としてね、陸路で行くかっていうことで急遽ね、陸路で行くことになったんですけれども、このね、船着き場もね、あの西とね、東、 があるようで西はね、まあ、後ほど紹介しますけど、ほぼ崖を登っていくようなコースで。まあ、道がね、あのあるのかないのかちょっとよくわかんないんですけれども、もう私の知り合いから言うとね、ないよってことでね、まあ,あの知ってる人は知ってるのかもしれないですけどねで。東はですね、あの灯台があってね、灯台の方に行く道がちゃんと整備されてて、こっちにね、着けばまず安全だなっていう感じですぐ行けるかなっていうところなんです。 だけど、その、当選屋がなかなか見つからずにですね、まあ、ちょっとその、まあ、これからね、まあ、ここを観光地化するのかちょっとよくわかりませんけれども、ぜひその観光協会とかね、がちょっとアレンジしてくれないとね、なかなか厳しいのかなっていうところですね。で、まああの、紙が首とかみたいに、こう、ボートチャーターとかアレンジをね、ちゃんとこう作ってくれればいいんですけれども、 ここも船着き場がないんで、渡船業者もね、こうお願いするみたいしかないんで。渡、まあ、船業者の船は、あの、頑丈だということでね、ちょっと違うようですね。なので、もうちょっと、うん、まあ、陸路で結局行ったんですけれども、まあ、それもね、あの、皆さんに本当助けてもらって、いろいろこう、道とかに、ね、教えてもらってね、あの、まあ、当日の地図もね、あの、私のお世話になってるスイカ先生にね、 あの、教えてもらって、まあ、後でブログのね、あの、リンクとか貼っておきたいと思いますけれども、それで、こう、なんとかね、あの、見ることができまして、ありがとうございました。またね、一緒に行ってくれたね、大変だった仲間にもね、感謝した,したいと思います。やっぱ一人じゃね、ちょっとね、不安だしね、2時間歩きっぱなしっていうのは辛いですしね、まあ、みんなでこう、ワイワイとね、仲良く行けばね、 割とこう、行きやすい場所なのかなとか思いますけど、どうしてもですね、もうこのルートがですね、まあこっちの神社の手前のところで、まあ分かれるってことで教えてもらったんですけども、ちょっと私たち最初神社行ってしまって、もう行ってしまうかということでですね、まあこの崖沿いずつとかね、ちょっと崩落の危険があるルートを行ったんですけれども、まあここも結果的にはまあ安全にもちろん行けましたけれども、まあ振り返ってみるとね、 まあ我々は結構まあ慣れてるというかまあ安全に行けたんですけれどもちょっとねやっぱご高齢の方とかが行くと難しいのかなっていうルートでしたねでこの帰りはねあの山頂ルートでね帰ってきたんですけどまあこれもねあのロープで結構な急斜面が登らないといけないし降りないところが続いてですねまあどうしてもね なかなか簡単でない。まあ、角度的には30度ぐらいかもしれませんけど、私のね、感覚的には45度ぐらいの急斜面でしたね。それと、その、まあ、落石とかね。まあ、そういったものもね、ちょっとね、私も一個石を落としてしまったりしたんでね。まあ、もちろん後ろに人いないようにね、こう、離れてね、あの、登ったりしてたんですけど、そういうところも気をつけなくちゃいけないですしね。 まあ、おすすめはできないですね。まあ、登山のね、あの、慣れてる方は行きやすいですし、まあ、ぜひねあの、ここ、東灯台のところ、都線でリクエストしてね、行ってもらいたいなと思いますし、まあ、他にもね、そういうルートで行けるように整備してもらいたいなとい思います。で、ちょっとね、長くなりましたけど、紹介してきてで登山ルート入るとですね、まあ、こういうね、もう石垣があってね、まあ、もう、軍隊関係なのかなっていうのがね、 取れるかなと思います。で、入ってすぐにですね、こういう井戸があったりですね、まして、まあ最初はね、こうた余裕もあったんで、ね、あ、巨石軍だとか見ながらね、こう言ってました。まあ赤いテープがね、ずっとあって、あの、登山道的にはわかりやすいんですけど、ちょっとね、テープがなかったり、間隔が広がったりしてね、探したりも、場所にね、ありました、ね。で、分岐のところをですね、我々はまあ間違えて、その、当初行くと予定の中で神社の方に行ってしまってですね、 まあこういうね、石垣が見えてくるんですけれども、ここまで行ったらもう、行き過ぎでね、あの、海側ルートになっちゃいますね。戻ってね、あの、分岐があるんで、山側ルート行くと、まあ、崩落の危険はないけれども、落石の危険はあるとかね、そういう形ですかね。で、まあ神社のね、この石垣とか灯籠とかね、まあ神社って言ってもちっちゃい祠があるだけなんですけれども、まあそういった、 住、ね、んでいて、ようやくこの境界石を見つけてですね、あの本来行こうとしていたね、あのー、山頂ルートまあ、割と平坦ですよって言われてたんですけど、<laughs> 我々にはね、なかなか平坦でなくてね、やっぱね、俺はね、1時間で行ってしまうっていう人がいるらしくてね、まあ、ねそれはもうトレイルなんじゃないかっていうレベルなんですけどね、我々も2時間半ぐらい、まあ、ちょっと休み休み行ったんでね。 かかりましたかねでここからはね、あのー、もう簡単というかね、灯台までたどり着けば、まあ、道もありますし、見やすいなのか場所なのかなと思います。まあ、ここからはも確実に安全ですね。で、ちょっとね、この人工的なね、こうなんか、掘った跡を見たりしてですね。まあ、途中ね、こういう、やっとね、海が出てきたらもう、海が綺麗でした。 あの、こちらね、東の方なのかなぁと思うんですけれども、東のね、灯台の方は船付けがってね、ちょっと私も下まで最後まで行かなかったんですけど、見てみるとね、こういう道があってね、こうチェーンとかがあって、ね、ちゃんとね、されてるんで、まあ、こっちで行けばね、安全に行けるのかなぁと思います。で、早速ですね、もうちょっとフォーダイアットとかね、こういうコンクリートとかが見えてきます。 まあ、なかなかね、これもね、壁が残っててですね。結構残ってます。ここはね、あのー、弊社後ですね。もう裏側はこういうね、コンクリートなんですけど、表側にはね、石とかを一生懸命貼り付けてありまして、まあ、偽装されてますで。ここがね、もう弊社後で、おそらくね、木造の建物だったんで基礎しか残ってないと こうしたね、ちょっと小さい貯蔵庫とかもね、あります。まあ、基礎というかね、この建物のレンガとかコンクリの部分は残ってまして、この辺がね、放水所とかね、そういった感じです。で結構ですね、この瓶とかがね、まあ、まとめて誰かがしてくれてると思うんです。で、まあそういったものがね、いっぱい落ちてたりとか、まあこういう、<coughs> 失礼しました。 あのー、コイルですかねとこ,こがありまして、まあ、当時のものなのかなと思います、まあ。もしかしたらね、先行のものかもしれない。で、ここがですね、ちょっと不思議なんですが、あのー、これトイレだと思うんです。この、小便器というか、壁に返するような。なのかなと思ったんですが、まあ、それがね、その、もう、かまどの隣にあるんです。 まあ、こんな横に作るかなぁとも思ったんですが、ちょっと、まあ、わからないです。まあ、ここなんかはね、洗面というかね、そんな感じなのかなぁと思います。で、B ではね、あの、右から読むキリンという書いてあってですね。まあ、その前日たまたま臼杵に行ってて、大分なんですね。で、う大分の臼杵の人はね、あのキリン ビールの麒麟というのを名付けたそうです。でこれは、あの、まあ、防空壕とか交通号かなと思うんですが、ここを入っていくとですね、下の弊社の方とかね、あの貯水槽の方にね、つながる道になっています。ここの号が一番広いかなと思います。まあ、入ってですね、ここ、こう入り口入って左に曲がるんですけれども、 まあこんな感じで、割とね、まあ作りとしては荒いかなと思うんですが、まあ頑丈にね、7 0年ぐらいですかね、もうね、保たれて。でここね、まあ外に出るところの感じがね、まあ、非常にね、美しいというか、幻想的です。で、この下を見るとね、まあ有名なこの迷彩が残っている弊社が見えます。 まあこれだとね、あんまり感じないんですが、実はこうほとんどあの土砂でね、崩れみたいなので埋まってしまってます。まあ、こことかね、穴が開いてるんで注意してもらいたいんですけど、これね、トイレの跡です。で、ちょっとね、砲台に入ってみるんです。で、入り口のところはね、なんか土砂とか落ちてね、爆破されたのかもしれません。中はね、この砲台で使っていただう木枠とかね、 その木が残ってます。まあ、なかなかこの木までね、残ってるのはない地ではね、まあ、珍しいんじゃないかなと思います。ここはね、コウモリがいっぱいいました。なんかこう、コウモリも結構揺れてるんですね。よく近くで見るとね。とそんな感じで見てました。まあ、奥はね、大学をしたのかなと思うんですが、 まあ、大学とか砲弾ですね。まあ、そんなに深くはない場所です。まあ、こういうね、貯水槽の方にね、次はあの、あの、メインとも言うべきね、超音所です。このね、左のところをこう建物の登っていくとね、ここに出ます。これが一番ね、まあ、有名というかね、この、 ここもね、なんかあったと思うんですけど、落ちちゃったんですかね。ここもね、まあ、石で偽装されてるのがね、まあ後でも紹介しますが、ここに出ます。これ上から行くとですね、まあ、こういった景色を見て、2階建てになってまして、まあ1階はね、外から行った方がね、安全に、まあ下の階とかね、階段とかね、見れるのかなと思います。 まあ、ここもですね、その、鉄とかね、まあ、この煙突みたいなのとかね、残ってまして、まあ、よく残ってる状態かなと思います。こっち側はね、なんか崩落しているようなんですけれども、まあ、こういうのとかね、まあ、ちょっと転がったりしてます。まあ、上から見るとこんな感じです。まあ、扉のね、後のところはね、こう、大きくえぐれたりとかね、してます。 これ3個ね、横に並んでるんですが、ちょっと見て分かるともわかるとり、この石でね、偽装してたのがね、分かります。こういったね、ここをちょっとね、縦に落ちるところもあるんでね、よく足元見てね、行かないと危ないです。で、近くの島はね、こんな感じです。これ、大猿島っていうんですかね。 まあなんかね、亀みたいな形してます、ねで。ちょっとね、上の方に行くと見張り所があって、まあここ結構ね、木が残ってて、いい状態なのかなと思います。で、ここもやっぱりね、その石が張ってあってね、偽装されて、なかなか面白いですね。中はね、この穴開いて爆破なのかね、まあ爆撃されたのかちょっとわかりませんが、穴開いてます。まあ、ここもね、 内側に木が残ってまして、まあ、ちょっとね、扉のところなんで多分壊れてるんですけどね、レンガとかもね、見ることができます。で、ここもそうですね、ここ1階ですね、調音所のね、まあ、1階ね、っていことできてですね、まあ中もね、なんかこんな跡があったりとかですね、まあ、上覗くとね、さっきの穴のところです。 鉄がね、あの、内側までちゃんと巻かれてね、残ってるのが見えるな、まあ、ここトイレですね。トイレね、よく残ってますね。まあ、内側はこんな感じで、まあ、扉の跡とかね、そういうのがね、感じることができるでも、この日で、ね、天気良くて非常に良かったですね。これがね、雨とかね、まあ、曇りだとちょっとね、せっかく歩いていてもね、なかなか、あのー、こう、ちょっと残念な感じになっちゃうんですが。 暑くもなく寒くもなく、ちょうどいい時に行けました。で、ここね、私の結構お気に入りのポイントなんです。この階段とね、階段この横の壁がある感じがね、いい場所なので、ぜひ皆さんもね、ここで写真撮ってもらえたらなと思います。で、奥の部屋行くとですね、このね、天井の木枠までよく残って,てですね、まあ、西日本の戦跡は割と木枠が残ってるところがなんか多いような感じがしますね。 下からね、見張り所の2階のところをね、見上げるとこんな感じです。これね、1階のところの部屋なんですけど、ゴロンとね、天井みたいなのが落ちてね、もしかしたら爆破したのかもしれないですね。で、ちょっとね、あの水路の方に戻って、あの下の方に下っていくとですね、まあ、そこもね、道があるんですが、ここが発電,発電所ですかね。 で、まあ、扉が取られてね、まあなってますが、まあ、ここでね、まあ、一晩過ごせるんじゃないかと思うぐらい、まあ、雨風しのげる場所です。ここね、ちょっと下降りていくのとかね、危険なんでね、私たちは水路の石のところ行ったんで、ね、落ち葉とかたまってたらちょっとね、結構坂急なんで、気をつけるようにしてほしい。もうちょっとね、何も残ってないんですが、なんとなくね、この壁のね、感じとかがね、残ってる。 で、貯水槽に行くとですね、まあ私がこれ勝手に行って,てるんですけど、このインフィニティープールみたいなのがあってですね。まあここの下がね、西湯の船着き場なんですけれども、まあ道はなくてどうやって上がっていったのか、上がっていくのかなっていう感じですね。まあね、我々はこうちょっとね、歩いたんですけど、この木が邪魔で結構ここ崖で急なんで、私は怖かったですね。 この横にもね、まあちょっとなんかこう物置き場があったのかよくわからないんですが、なんかこういうコンクリートのね、部屋みたいなのがね、あります。で、この貯水槽のね、まあ、下がこんだけ急なんで、まあこの辺がなんか西船着き場とかなんかいう話なんですが、どうやって行くんだろうっていう、まあ、ちょっとわからないです。もしかしたらなんかこう行くルートがね、実はあるのかもしれないですけど。まあ、昔はね、行った、行ってたようなんで、まあもしかしたらね、あるのかもしれない。 それで、だいぶね、土砂も溜まっていまして、まあ結構ね、もともと深かっただろうなっていう場所なんですけれども、もうちょっとね、今もう半分ぐらいのね、池になってます。で、水はね、結構綺麗で、まあ見ての通りね、このオタマジャクシがいっぱいいてですね、まあ遠くから見ると可愛い,いんですけど、近くでいっぱいいるとね、ちょっとどこ、どうかなと思いました。で、ね ぜひ、こんな感じでね、写真を撮ってもらえればね、インフィニティープールになるんじゃないかなと思います。でまあ、ここにもね、2箇所ですかね、こういう建物の、建物というか、なんか物置みたいなのがあってですね。で、最後にね、このあの、弊社の一番この迷彩残っているところに行ったんですけども、まあ、こうやってね、ここも壁にぎっしり石がね、敷き詰められています。 まあ、裏を見るとね、まあ、なんてない壁の作りですね。で、ここは、あの、トイレがですね、非常に綺麗に残ってますね。まあ、今はでも、で、まあ、するというかね、できるんじゃないかっていうくらい、和室とね、和室、あ,あ、和式のね、あの、トイレですけれども、なんかこう、下に水があってね、そこに溜まるようになってます、ね。組み取り式ですね。まこうしようとね、今はもうちょっと土が流入しちゃってますね。 レンガで作ってって、ね、壁に漏れたルがね、貼ってあるような感じ。まあ、ここも崩れていて。まあ、裏にこう、ちっちゃい物置のゴーみたいなのがあってですね。まあ、全然、長さというかね、深さ的にはありませんね。まあ、明細がね、あの、非常に綺麗に残っていて。もうちょっとね、このツタみたいな。 ますけどなかなかすごいです。でまあ、それからね、帰りも片道2時間ちょっとぐらいねかけて帰ったんですけれども、まあ、帰りはね、あの山頂ルートを通って帰ったんです。で結構な急で、まあ、ロープを掴んでこう登ってくるみたいなね、なかなか大変でしたねで。途中岩場、岩場みたいなねところを抜けるんですけれども、まあ、そこがね、 絶景ポイントと、ね、なっていましたで。帰りね、あの、まあ、行きももちろん見たんですけれども、こういう石碑がね、ありましたね。まあ、なんか主張部隊ですかねあの。あの、こう叩いてるようなね、あの石碑でした。ぜひ皆さんもね、まあ、行ってもらいたいところなんですけど、ちょっと安全がね、あの、大地で行ってもらいたいですね。ちょっと山登り不安とかね、 まあ、夜から行くとか、あ昼も、昼から行くとか帰って来れなくなるとかね、まあ。そういうのも困るんでね。まあ、ぜひ、あの、船チャーターできたらですね。あの、東大のところからね、行ってもらえればなと思います。まあ、行けない人はね、これ見てどんなものか感じ取ってもらえればね、いいのかなと思います。ではね、以上になります。ありがとうございま。